動くな。フレイヤ将軍。アルスデッカ、なぜ流爆島の封印を破られたのか。どうしてそれを。このニコル・ベネックス上等兵からの報告です。ニコル、てめえチクったな。アルスは私を助けるために流爆島の封印を解いてくれたの。それでも咎められなければならないの。責められるのは私だと思うわ。流爆島の封印解除は皇帝陛下もしくはその代理人によって行われなければならない。これは聖典メリディアスにも記されている我が国の法だ。法を犯したのは僕だ。捕らえるというなら僕だけを。バイス殿下は身分に関係なく関係者全員を捕らえるように仰せです。3人を捕らえよ。マハト陛下は毒でも盛られたのか。お加減が悪くてな。代わりに俺が相手をしてやろう。兄上。いい格好だな、ラルク。ロングレスを盗んだ男にふさわしい。なんだ、言いたいことがあるようだな。発言を許す。言ってみろ。シムマフの件は不可抗力で。知ったことか。兄上、ご説明したはずです。ラルクはシムマフを奪おうとしたわけでは。控えろ、アルフォンス。お前の発言を許した覚えはない。申し訳ありません。大事なのはロングレスが消えたという事実だ。ラルクはイーサの子としてシムマフと契約しただけよ。肝が据わっているのか、それともとっさのことに反応できなかっただけか。殿下、何をなさるんですか。オルキナに落ちた空中回廊を知っているな。はあ。あの国の狂信者どもが空中回廊を使って霊を吸い上げているため、我が国は危機的状況に陥っている。空中回廊の機能を停止させねば霊が枯渇し帝国は滅ぶ。オルキナは再三に及ぶ我が国の要請に対し、空中回廊の歴史的意義を理由に機能停止を拒んでいる。故に我が国は工作部隊を派遣して空中回廊の機能を停止させることにした。皇太子殿下の勅命である。認可傭兵ラルク・ブライト・ラグーン総長は特務班を率い、オルキナ共国京都アントラクスに潜入し、空中回廊を無効化せよ。班員の選抜はラグーン総長に一任する。また共和国正教ディーバであるリフィアは必ず同行させること。以上である。私、不服そうな顔をしているな。だが貴様に拒否権はないぞ。本来ならシムマフを奪った一件だけで一族老頭斬死刑だ。辞令は俺から直接手渡す。後で執務室まで来い。ナルク、大丈夫かい。アルス、これはどういうことだ。どうしてリフィアまで巻き込まれるんだ。わからない。兄上は何を考えているのか。私はラルクと一緒ならどこへ行っても構わないわ。とにかくバイス様のところに行ってみるか。僕も行く。この作戦
下手をすればオルキナとの戦争になる。兄上の真意を聞かなければ。来たな。これが事例だ。なんだ、まだ腹を立てているのか。契約金は望むままにくれてやるぞ。それはありがたいです。でも俺はログレスを盗んだわけじゃない。貴様、自分の立場が分かっているのか。竜爆島への無断侵入とログレス消失の罪は万死に値する。それを任務一つで許してやるというのだ。感謝すれども文句を言うことではなかろう。第一、可視官待遇の認可傭兵ごときが交代したる俺の執務室にまで入れることも過ぎた待遇なのだがな。それは心得ているつもりです。まあ腹を立てているのも事実だ。まさか俺の前に汚らわしいノースノワーレ卿のディーバを連れてくるとは。兄上、なんと失礼なことを。バイス様、汚らわしいとまでおっしゃるディーバをどうして今回の潜入作戦に同行させるのですか。空中回廊にはロングレスが住み着いている。オルキナの奴らが信奉するオルキナ教のディーバが飼いならしている奴だ。空中回廊の無効化のためにはロングレスを敵に回す必要があるが、人間がロングレスと戦うのは難しい。本来ならな。兄上はオルキナのログレスもシムマフと同じように契約で無効化させようと仰せなのか。そうだ。アルフォンスの話によればラルクはイーサの子としてシムマフと契約したらしいな。それをリフィアなしで行う自信があるか。あるわけないでしょう。契約だのイーサの子だのさっぱりわけがわからないのに。だからリフィアを連れて行けと命じた。それだけのことだ。ああもう何なんですか、ログレスと契約だの何だのと。イーサの子はテイリーを選び世界の断りを解く。そのために力を与えるのがログレスよ。だからイーサの子ってのがすでに訳が分かんねえっつの。イーサは聖地ノワーレから世界を支配する主神だ。それは知っています。ですがそれならラルクは神の子だとでもおっしゃるのですか。子かどうかは知らんが神の代理人ではあるのだろうよ。胸クソ悪い。いや別に俺は代理人なんかじゃ。ところでリフィア、ラルクがイマジナルの定理を選んだというのは事実か。ええ。統治する者定理を選べ。会を導き世界に新たな断りと革新を生む定理を選び取れ。それすなわち国の創造なりか。なんだ今の呪文は。聖典メリディアスの序文にある一節だよ。聖典メリディアスって国を治めるための法が刻まれた石だろ。そんな抽象的なのかよ序文はね。ラルク、貴様の運命は貴様の預かり知らぬところで大きく動いているようだな。バイス様、何かご存知なら教えてください。そうだな、今度の任務を終えたら話してやってもいい。その時には貴様が真にイーサの子かどうかもわかるだろう。兄上お待ちください。今度の計画はオルキナとの紛争につながりかねません。望むところだ。兄上、戦になれば苦しむのは民です。オルキナによって霊を断たれても民は苦しむ。違うか。そこは粘り強く外交で。そのための時間はシムマフが消えたことでなくなった。お前が不用意に竜爆島の封印を解いたためにな。それはそんなに紛争になることが怖いなら貴様もラルクの任務に同行してはどうだ。お許しいただけるなら。俺が許しても父上がお許しにならないだろう。それに貴様を次期皇帝にと望むボンクラ貴族や民たちもな。さあ話は済んだ、もう下がれ。てか
もうマジで意味がわかんねえ。兄上はリフィアが何をしようとしているのかご存知の様子だったけど。私はイーサの子を導いているだけよ。へいへい。とにかく今回の任務を終わらせりゃバイス様も何かしら説明してくれるだろうよ。で、君は考えるのを放棄するわけだ。考えようがねえだろう。それより好きなだけ契約品をもらえるらしいから、アントラクスへの潜入作戦の方に集中するわ。私も協力する。ああ、そうか、こいつ連れて行かなきゃいけねえんだったな。誰を範囲にするかな。とりあえず家に帰ってから考えたらどうだい。君のお母さんもザムエル先生もアデールも心配してるよ。だな。おい、リフィア、帰るぞ。共和国に？あのな、俺んちだよ。城下町にあるザムエル武芸塾ってところに居候してるんだ。お前もそこに寝泊まりできるように手配してやる。ラルクと一緒なの？んだよ、嫌だってんならアルスに頼んで。ううん、嬉しい。とにかく行くぞ。待てよ、僕も行く。ザムエル先生に挨拶もしたいし。そうか。まあいいけどよ。私たちを騙したのですね。何言ってるんだ。俺たちはあんたらを助けてやったんだぜ。メリディア帝国じゃサウスノワレ教が国教だ。あんたら異教徒は怖い皇太子様に串刺しにされるかもな。私たちはノワレ教の伝道師です。ノワレ教はサウスとノース双方の元となった教え、皆等しくイーサに導かれる分子です。分かった分かった。じゃあその教えとやらをじっくり教えてもらおうじゃないか。ここじゃなんだから、もっと静かな場所へ行こう。やめてください。ラルク、助けよう。女性が襲われているのを見過ごすわけにはいかない。伝道師は保護されるべき存在だわ。分かったよ。たく、お人よしどもが。無礼者、竜頭様に触れるな。はいだ。てめえ、こっちが優しくしてるやつけ上がりやがって。ソアラ、なんか、なんだ。帝都を訪れてくださった伝道師の方にこのような無礼を働くなど許しがたい。誰がお前らに許してくれって言ったんだよ。邪魔するってんならただじゃおかないぜ。面白い、ぶっ潰してやるよ。おい、引き上げぞ。あの、危ないところをありがとうございました。いえ、ご無事で何よりです。一体何があったんだ。宿でオルキナ教の信者と間違われ、宿泊を断られた上に兵士を呼ばれてしまったのです。その時に先ほどの方たちがいい宿を紹介すると言って無理やりここまで。最近盗賊どもが女をさらっては売り飛ばしてるって話だ。あんたたちも狙われたのかもしれないな。異教徒は宿に泊まってはいけないの？私、ノースノワール教徒なのに泊まってしまったけれど。そんなことはないよ。けど、オルキナ教徒は宿も断ることが多いって聞くぜ。オルキナ教は現世での祈りと殉教で来世の繁栄を約束する教えですから、忌み嫌われてしまうのでしょうね。あなたはノースノワール教のディーバ？ええ。おかしいな、どうして二人いるんだろう。二人？何なんだあんたたち。どうしてリフィアのことを知ってるんだ。私たちは伝道のためにベネトナーシュにも立ち寄っていますから。何かを選ぶということは何かを捨てるということ。魂の望むものであろうとなかろうと、選ばれたものは生き、選ばれなかったものは死ぬ。どうかそのことを忘れないでください。リュース様、ソアラ、行きましょう。なあ、おい、ちょっと。
何を言いたかったんだろう。さあな、宗教家ってのは変わり者が多いから。それにハルスも。お帰りなさい。ただいま、アデル。お袋、変わりないか。うん、でも心配してたよ。ダルクが捕まったって連絡があったから。すまない、僕の力が至らなくてラルクをひどい目に遭わせてしまって。謝るならおば様に。そうだね。いいよ、別にアルスが悪いわけじゃねえんだし。それよりアデル、ザムエル爺さんは今出かけてるけど何か用？ああ、またしばらく任務でここを離れるからちょっと報告しとこうと思ってよ。え、そうなの？どれぐらい？さあな。さあなって。ラルク、この人は？ああそうだ、こいつはリフィア。いろいろあってこいつも今度の任務に同行するんだ。出発までここに置いてやってくれよ。リフィアよ、よろしく。今回の契約金はすげえぞ。いいねでもらえるらしいからな。これで借金も片付くってもんだ。さてと、お袋に声かけてくるか。あの人もラルクと一緒に旅をするの？うん、でもアデール、ラルクは任務で命じられたから。それで。おいアルス、お前も来いよ。ああ今行く。あのアデール、心配しなくてもいいよ。ラルクとリフィアは別に。何言ってるのアルス。アルスってば深読みすぎだよ。もうそんなんじゃないんだから。アルス、ほらアルス、ラルクが怒ってるよ。早く早く。アデール、ラルク。帝国軍認可傭兵、ラルク・ブライト・ラグーン総長だな。なあ、今回の任務における契約金の前金5万リコを届けに来た。任務完了の報告を受けた後、残りの契約金が支払われる手はずとなっている。契約金は望むままに支払われるって話だったぞ。任務完了後改めて申し出ようとのことだ。国家予算並みに請求したらどうするつもりだよ。任務完了後皇太子殿下にそう申し上げればよかろう。お前は認可傭兵の身分でありながら殿下にお目見えできるのだからな。男の人って醜いわよね。貴様、なんじゃ、わしの可愛い孫娘に何をする、このすっとこどっこい。ザムエル爺さん。こりゃラルーク、先生と呼ばんか。ザムエル、豪華のザムエル。ほほう、お前さんのようなひよっこでもわしの二つ名を知っとったか。そうじゃ、フルヘイム最強の傭兵団ロードナイトにあって無双の剣士と呼ばれた豪華のザムエル様じゃ。サインしてやろうか。失礼する。やれやれ、マハト陛下が病床に倒れてバイス殿下が実権を握ってから軍の連中は質が下がる一方じゃの。おじいちゃん、お帰りなさい。アデールや、元気にしとったか。じいさん、あんたどこ行ってたんだ。野暮なことを聞くな。わけわかんないじじいだな。まあいい、ちょっと相談があるんだ。話を聞く前にそいつを渡してもらおうか。お、な、何するんだジジイ。お前うちに居候しておきながら家賃が未払いになっとるじゃろうが。んだよ、じいさんの道場儲かってんだろ。
それとこれとは話が別じゃ。チェ、何が元ロードナイトの無双の剣士だ。じいさんなんざロードナイト団長のレオンに比べりゃカスみたいなもんだろうが。どうしたの？なんだか大きな声が聞こえたけれど。なんじゃ、あんたみたいな別品さん、うちの門下生にいたかいの？リフィア。ラルク、お前さんの知り合いか？ああ。ま、ええわい。わしは部屋に戻る。相談とやらはそこで聞こう。どうせそのリフィアちゃんとかいう別品さんに関係してることなんじゃろ。さすがじいさん。でなきゃお前みたいにデリカシーのない男が別品さんと知り合うわけがないわ。アデール、ついてはいで。悪かったな、デリカシーがなくて。大丈夫、ラルクはデリカシーがなくてもいい人よ。すみません、ザムエル武芸塾ってどこですか？私たちもザムエル武芸塾に行くところなんです。おい、リフィア、何してる？マジですか？私も連れてってもらえませんか？武芸塾のエレナさんって人に伝言頼まれたんですけど、道に迷っちゃって。お袋に伝言ってなんだ？あなたが息子さんだとしても教えるわけにはいきません。それが勇者道ってもんです。ラルク、何でもいいから急ごう。アデールたちが心配だ。ああ、よし、お前。お前はないでしょ。それが歴戦の戦士に対する態度なわけ？へっ、こんなガキが歴戦の戦士か。ついてこい。アデール、どこだ？ニコル、こいつはどういうことなんだ？わかりませんよ。俺が来た時には人相悪そうな男たちがここを襲ってただけで。なんだと？ってことはお前、ここが襲われてるのを見捨てて逃げ出したってことか？いや、それは…くそ！おふくろ！ザムエルじいさん！ラルク！ラルク、大変よ。おふくろ！何があったんだ？ザムエルじいさんとアデルは？お袋は怪我してないのか？ラルク、落ち着いて。そんな一度に尋ねてもエレナさんを混乱させるだけだよ。悪い。でも何があったのか聞かせてくれないか？変な男たちが武芸塾を襲って武器庫から何か盗んでいったらしいの。ザムエルさんの話だと盗賊団じゃないかって。ザムエルさんとアデールは男たちを追って出て行ってしまったわ。アデール、なんて無茶を。エレナ・ラグーンさんですね。私、セシルと言います。ザムエルさんというおじいちゃんからこれを預かりました。なんだこれは？モンスターっすか？まあ、コピンだわ。コピン？この間抜けな生き物の名前か？僕らは間抜けではありません。喋った！伝言を預かりました。あの時の敵を見つけた。奴らはマンデルロー海岸にいる。わしらはこのまま奴らを追うが、お前の協力も必要じゃ。すぐに来てくれ。
そしてもしもの時にはアデールを頼む。以上をレオンに伝えてくれとのことでした。レオン？あのレオン？伝説の傭兵団ロードナイトの団長の。レオンはロードナイトを解散してから行方知れずっすよ。サムエル先生は何を考えて。レオンならディアマントの近くまで来ているはずよ。今の話伝えてみるわ。マジかよ。どうやって。今までもザムエルさんはレオンの飼っていた鷹で彼と手紙のやり取りをしていたの。あの鷹に手紙を結べば。鷹？そんなまた当てになるんだかならないんだか。でもザムエルさんの伝言が本当なら鷹で伝えてほしいということだと思うわ。おふくろ、俺もニコルと同意見だ。どうなるのかわからねえレオンの到着を待つより俺はじいさんたちを追いかける。僕も行くよ。私はイーサの子と共にあるわ。そうね、そうしなさい。私も二人が心配だわ。ラルク、頼むわね。セシルさん、私はレオンへの手紙を書きます。来てくださる？ラルク、急ぎましょう。ザムエルさんとアデールを追いかけないと。ああ、あのじいさんが協力を求めるなんて、敵は相当な手だれのはずだ。行くぞ。バカ野郎、クソ虫みたいなお前でも盾ぐらいにはなるだろう。さっさと来い。わかったっす。行きますよ。行きゃいいんでしょ。